ナンバー386とありますんで、少なくともね、400個、それ以上売れてるんでしょうね。とにかくね、めちゃくちゃ開封するの楽しみにしてたんで、やっていきましょう。いやー、マジで楽しみだわ。よいしょ。音かな。大変これ。よっしゃ、出てきた。こんなでかいな、これ。なかなか購入する機会ないじゃないですか。マジで、楽しみしかない。高さが79センチ、幅が41センチ、奥行き 31.5 かな。まあ、でかくてね、マジで、ほんと、子供サイズでしょ。改めて商品紹介しておきますか。メディコムトイさんから発売されました、ベアブリックの2001年牛の旅、スペーススーツ、グリーンヘルメット&オレンジスーツバージョンの 100% ということで、価格はですね、税抜きの5万8000円、税込み6万2000か3000円ぐらいしました。めちゃくちゃ高いっす。ぶっちゃけヤフオクとかメルカリで3万円台とかで売ってるでしょ。まあ、それ安いんじゃないですか。それ買うのが絶対お得だと思います。あーって、対面しますかね。おいっしょ。こんな感じね。一旦寝かせた方がいいのかな。絶対寝かせます。どっちが表かわかんないけど。まあ、オープン。さて。なんか真っ白いね。でっけえ、マジで子供みたい。コレクションもね、いろいろしてますと、でっかいのが欲しくなってくるんですよ。よっしゃ。よっしゃ、出てきた。マジででっけえ。超かっこいいんだけど。いいね、マジで。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。ピッカピカ。そしてね、配色がすごくいい。色がね、色がやっぱ、すごく素敵な、テッカテカの光沢感あっていいですね。大きさはですね、75センチですね。本当にでかい。もう見たまんまですけどね。とにかく、素晴らしい。こういうでかいものが欲しい方にとっては、もってこいの、スタンリー・キューブリックグッズじゃないかなと思います。すげえなー。この間のアレックスを超えるサイズ感ですよね、なんだかんだ。マジで嬉しいな。せっかくだからあれか、100% と 100% も並べておきましょうか。なので持ってきました。これはね、オレンジスーツバージョンなので、グリーンヘルメットではないんですけど、これがね、400% というベアブリック。そしてこれが 100% というサイズのベアブリックですね。こちらが27センチ。これが何センチ ?7 センチぐらいだっけ。並べてみると、こんな感じですね。めちゃくちゃサイズ感が違います。じゃあなんでこれ 100%、400%、100% かっていうと、これが 100% で、これの10個分で 1000%、4個分で 400% というサイズ感になっております。前回こちらの商品を紹介した際に、まあ、ちょっと後悔したことっていうのがどういうことかっていうと、この2体のセットで1万2000とか1万5000ぐらいで大体販売してるじゃないですか。なんだけど、これがね、昔は3万ぐらいだったんですよ。要は、倍ぐらいの金額で買えたんだけど、これ2つ買うぐらいであれば、これ1体買ったらいいじゃないですか。まあそういう意味で、ほんと僕、1000% をなぜ買わなかったんだろうって後悔したんだけど、なぜか近年になってベアブリックめちゃくちゃ定価が高騰してまして、定価自体がもう6万ぐらいになっちゃったんで、いやいや、そもそも 1000%、そもそもなんかすげえ、バカみたいに高くないかっていう状態になったんだけど、まあでもほら、心の中でも買おうと決めていたんで、まあ、ついに予約をしてしまったということですね。グリーンヘルメットではない、オレンジスーツバージョンの 1000%、そしてイエロースーツの 1000% とか、あとは時計仕掛けのオレンジの 1000%、あとシャイニングもね、1000% のバージョン、ベアブリックが発売されているんだけども、いずれの商品もどっかのタイミングで買おうかなと思うけど、なかなか中古市場に出回らないし、案外高いっすよね。という割に、意外とこれ、そのさっきも言いましたけど、メルカリとかヤフオクで3万円台で取引、中古品がね、取引されたりするんで、まあどんなもんかなと思うんだけど、まあベアブリックのスマブルケーキというか、この高値が続いているベアブリック、いつかはまあ金額落ち着くんじゃないかなと思うんだけどね。まあ別に僕はそのベアブリックというよりはただスタンリーキューブリック商品が欲しいっていうだけなんで、まあどっかで値段落ち着いて安く叩き売りされてたら僕は喜んで買いたいなと思っております。まあとにかくパーツごとに見ておきますかね。まあ顔面とにかく、まあ何プラスチック製 PVC なのかな。で、できた、商品でございますと。まあ、ツルツルしてますよ。まあ、傷が入るとね、なかなか、跡がついちゃうけども。あれ?ちょっと気づいちゃったわ。なぜかね、なぜかワッペンは、クラビウスベースになってる。なんで?え、ディスカバリーじゃないんだね。あ、今気づいちゃった。400% クラビウスベースになっていた。あ、そうなんだ。ほんと知らなかった。大体ここのね、ワッペンはディスカバリー号クルーだからディスカバリーって書いてなきゃいけないんだけど、
クラビウスベースっていう月面基地のあのスーツになってるの。なんでそんな間違いを犯したんだろう。まあいいや。ヤブリックの特徴である耳がついていると。まあ後ろもこんな感じですね。で、可動は普通に動きますよ。いや、マジでただのプラスチックの塊って感じだね。中周りもこんな感じね。ぐるっと回すと、はい、後ろのリアタンクも表現されていると。いいね。やっぱりここもね、クラビウスベースになってますね。不思議だね。で、フロントタンクのね、造形もペラペラのプリントで表現されていると。まあなかなかシャレオツじゃないですか。なんといっても特徴的なこの腕ですよね。腕、こっちは確かリモコンもついてるよね。リモコンもちゃんとプリントされていて、動かしますよ。ほら、こうやってね、ほら、こんな感じで、ガツガツ言いながら動きます。これがね、なかなか癖になる。まあ昔のおもちゃって感じで、なかなか楽しいですよね。そして、ちょっと重たいんだけど、足元も動かすと、これも、ああ、いいね。ああ、いいじゃない。で、こうやって座らせた状態だと、こうやってね、お膝に抱っこすることもできますと、サイズ感こんな感じですよ。マジで赤ちゃんみたいな。てか赤ちゃんより全然でかいわ。幼稚園児ぐらいのサイズ感でしょ、これ。はい。いやー、マジで素晴らしいね。まあ、これをね、棚に入れておきたいなと思います。まあ、とにかくちょっとこれあれだよね。まあ、10年ぐらいかけて、全色揃えたいな。あんまり高い商品買いたくないんだけど、まあ、中古で安く僕は、探して、いつの間にか揃ってるという状態を作りたいなと思っております。ぶっちゃけこの 400% と別に中身変わんないんで、ただあの、サイズ感でかいよっていうだけでですね、まあ本人満足が高いですよということで、まあ、買った方だけの、満足なんじゃないでしょうか。あの、フィギュアに埃をかぶせたくなかったんで、この棚を買ったんですよね。ただこの身長高いやつ、ベアブリックも含めてなんだけど、なかなかその、収まりづらいから、ここだけね、ちょっと棚板を外して、でっかいサイズ飾るようにしてます。まあ、ここに入れていきたいなと思います。まあ、こちらの双子さんも同じメディコムトイさんが発売した商品ですよね。マジでメディコムトイさん、本当にありがとうございます。で、これを、入るかな。ちょっと手を上げた方がいい。こんな感じで、もう買ったそばから押し込んじゃうんだけど、ホコリをかぶせたくないからね。双子さんもまた入れますと。これがまためちゃくちゃ重いんだよね。ちょっと窮屈ですが、まあこんな感じか。はい。どうでしょう。いい感じじゃないですか。はいはいはい。こんな感じですね。収まりました。ちょっと奥まっちゃったから、ちょっと置き場所また考えようとは思うけど、まあ皆さんもね、結構高いけど、興味がある方、まあでっかいやつをね、一つポンと置きたい方は、ぜひおすすめなんで、そういうことで今回は以上でございます。ありがとうございました。